東京競馬場はあいにくの雨です。今週はユニコーンステークス、はい、登場トラックマンは野田トラックマンです。よろしくお願いします。今年はめちゃめちゃ難しいね。そうですね、11時前の時点で一番人気が5倍超えてますね。ね、例年だったらなんかちょっと大物っぽい馬がいたり、いや前回でラペルーズが普通に勝ってればね。そうですね。いやヒアシンスだけ見た時はね、これは強いぞと思ったけど、ちょっと前回のちょっと負け方がわからないので混戦になっちゃったって感じ ね。 そ, うですね、そんなところで野田さん本命なんでしょうか。はい、3番ティアプリオンですね。おう、その理由としては、はい、このレースほぼ想定されるのが、まあ、多分将来的にこのメンバーの中で今後 1600m 使ってる馬って多分 3,4 頭しかいないと思う、ほ 10頭以上短距離は、もう双方や気象やね、やっぱこの時期のユニコーンステークスって毎年ペースがめちゃめちゃ速くなるんだけど、そうですね、あの短距離志向の馬が混ざってる、あの 1,4,2 将来的には 1,4,2 だろうって。だから今年もねペースが落ち着く要素がどこにもない、あの砂かぶったらダメな馬も多いし、あとね足抜きが良くなりそうなのが余計にね、そうですね、あのペースが速くなるのを助長しそうな感じなんで、多分スタミナ比べになると思います。はい、1800m で2勝してるの2頭しかいないんですよ、ダート1800で2勝してるのはティアプリオンとクリ、ケアイロベージ短縮組から狙ったという形ですね。やっぱ1800こなせるスタミナがないと持たないんじゃないっていう、あのすごいハイペースを想定だから、はい、ということでその2頭の中では東京マイルを経験しているティアプリオン、はい、まあ、前回もね、ですね、今このね、前回もちょっと3コーナーでうちに押し込まれてちょっとね、ポジションアップが遅れたけど上がりは最速と、まあそのね青龍ステークス4着よりペースが速くなれば、十分差し届くと思います。対抗は何でしょうか。はい、だから敬愛ですね。敬愛ロベージュ、これも1800/2勝でダあのパワー型で、スタミナがあると、この2頭が中心じゃないかなと思います。基本的には1200/1400で勝ち上がった馬はあまり、強調したくないと思うんで、そういう組み立てです。あれですよね、結構かなりの高配当になりますね。でも割れすぎてて意外と意外とつかないかもしれないね。あの一番人気5倍とかだと、そうですね、そういう場合もあります、ね、うん、ちなみに馬券はどういうふうに変えましょうか。そうね、3着よりは上来るかな、来れば2か1か単勝と生まれん、なるほど、にしたいと思います。手広く流すみたいな感じですか。そうよ、これ分かんないよ正直何来るが。まあ難解なレースということですね。難解なレースで印もいっぱいつけちゃいました、はっきり言って。でも今日の夜も明日も午前中もまだ雨予報ですから ね。 ねえ、これが全く読めないんですけど、一応差し有利、スタミナ有利、はい、スタミナある馬有利ということで組み立てました。はい、そんなところで、なところです。